はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょい。妖怪ウォッチプニプニの実況をしていきたいと思います。というわけで今日はですね、やっとワイマネーが貯まったので、ていうかね、意外とミッション報酬とかもあったりするから結構ね、一気に貯まりましたね。そこそこ、だこういうイベントの方がね、ワイポイント貯めやすいから個人的には嬉しいが、ガッてなんでそんな今上からになったんやすいません、なんかね、眠いのかな、ちょっとね、脳が寝てるんでちょっと喋りは怪しいんですが、まあその辺は許してください。というわけでね、一応ね、サクッと回したいんですが、まあ乱数調整も込めてね、あ、結構あるな。これちょっとさすがに編集入れようかな。結果画面だけバシバシ多分繋ぐかもしれないね。うん。まあ。ああ、そっか、これも飛ばせるんだね。よくない。それでもいいかな。ああ、それだったらいいか。なんか、さすがに大したものじゃなかったら、サクサクいきますか。あ、そうなんだね。これ結構省略できるんだ。あれで触れないけど。はい。ああ、こんぐらいだったらいいかな。まあ、言うてかな。まあ、でも慌てちゃいけないよね。結局ね、なんか、慌ててもいい結果にはつながらないんですよ。こうやってね、ちょっと遠回りをするっていうかね。急がば回るという言葉がね、まあ、世の中にはあるわけですが、世の中というか日本にはね。慌てちゃいけないんですよ。こうやってね、こういう間に、インターバルというかね、こういう乱数調整を行うことによって、あの10連ガチャのガチャじゃないガチャね、ガチャの結果が良くなるということでございますよ。いきなりね、本命から入ると失敗するから、やっぱね、ちょっとね、まあ、石橋を赤んだめよく出る、まあ、石橋を叩いて歩くような、歩くじゃねえや、叩いて渡れたかな、かのようなね、やり方もいいかもしれないよ。まあ、それは、これ必ずアンパイってわけじゃないけど。ただならぬ気配を感じますね。力持ち。やっぱ何気に、やっぱね、レベル5行ってない面々いますね。いますね。まあ、一応スペシャルコインとかもあるから、楽しみもあるし、この辺から、一応ね、私、あれですよ。青コインとかだったかな。まあ、とりあえずね、全然 G とかじゃなくて、スペシャルコインとかじゃなくても S ランク以上引いたことありますからね。まあ、SS はね、引いたことないね、さすがに。てか出るのか分かんないんだけどね、そう。ただならぬ気配を感じますね。忘れん坊。さて、オレンジコイン。ふんふんふん。裏読みし。意外とやっぱまだ低いね、レベルね。まあなんならね、今ね、ワイマネーあるから、ワイマネーはあるんでね。まあ、ワイマネーでガシャ引くパートやってみると、まあせっかくやから。90万っていうか、がっつり貯めてからでもいいかな。ワカメ君かなんか一応スコアアップだった気がするけど、まあでもスコアアップも今、あんまり重宝しなくなったのかな。でもどうだろうね。ワイポイントになっちゃうからね。あらおどりってこれだけか引く。やっぱアクリ出ましたね。なるべくしないようにしていたが、しかし、まあ、実際ね、いい時間なんでね。しかも仮眠取れずに起きてたものだから、本当はね、夢だったんだけど、あおってしまう。楽しみすぎたら、そんなこと言ってる間に龍君ストーン。さて、何が出ますかね。笑うつぼ。早くね、レベル7マックスにしてね、どんどんね、必殺の秘伝書を回収していきたいんだけどね。本当はそこまでやれたらいいんだけどね。まだまだ。楽しみでびすね。だからまあ、ワイマネーはバシバシ使っていけばね、一応、この通常というか、妖怪ガシャ。妖怪ガシャから秘伝書回収ができるんだよね。ウキウキコイン。コイ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 。お、赤出た赤。まあ、言うとない。
からの、今なんかアップしたんだっけ。まあ、とりあえずね、やっぱり欲しいんでね、悟空土の子ね、レベル4を見ると悟空土の子は確実に取っていきたい。で、一つ星なんかまだあったね。ふい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 。ただならぬ気配を感じますね。ただならぬ、ダルダルマ。こっから先が長いよね、レベル5になってからが。まだまだね、あと何回だろうね。30回とかいかなきゃな。力を感じるでみせー。お、分かりました。学校、ああ、それこれで思い出したけど、前回のイベントで全然鬼太郎イベントで新しいアイテムが増えたけど全然試せなかったね。結構ね、いいアイテムみたいだったんだけどね。まあ試せずっていうね。じゃあ5つ星いこうか。5つ星1回ぐらい S 出てもいいんじゃない。まあ言うて結構出ないよね。兄貴、兄貴、どうしたんだい兄貴。はい、力を感じてみせ。お、兄貴。兄貴ね、ほんとよく出るね。いいけどね、兄貴。兄貴ってなんかあってなかったっけ。なんかネタあったよね。力を感じるでみせ。さすがに兄貴だな。で、ビビるビビリバビデブ。さて、次は、緑コイン G。さあ、ここは G コインはね、できれば S 以上引いていきたいよね。引けなかったから逆にみたいな、おかん。いいな、西洋かんね。まあ、逆にここで引いてもしょうがないんでね。私の本命は、あっちだからね。イベントの方だから。まあ、こっちは逆にあんまり引かなくてもいいというか、乱数調整的にね。本当に引かねえし。本当に引かねえしなって。まあ、そう低いね。でもね、ぶっちゃけ言うとね、まあ、引けないよりは引けた方が嬉しいからね。まあ、これはね、スペシャルコインは確実に S 以上出るから、まあ、SS はまだ引いたことないなって、SS いいんだかな。おぉ、不安のシーン。はい。まあ、なんていうか、可もなく不可もなくというか、嬉しくも悪くもないというか、悲しくもないというか。これはまさか、これはまさか。オロチ、オロチはいるね。あ、意外とレベル高い方だな。では行きますか、本番。こっからですからね。で、なんと今森上レックス&アンコールデッドしてにタップだと。これ待って、最初ってさ、今どんぐらい上がってんだろうね。ちょっと待って、見ていいですか。初日の方が予約安かったんじゃないのかな。そんなことない？ 4% ね、とりあえず。で、森上レックスが 1.7。 これどうなんだろうね。まだよかったら初日のままなのかな。まあ、とりあえずでもここ引きたいから、まず森上レックスが引けたらこのイベントは勝ったも同然。で、アンコールデッドもまあ欲しいけどね。両方引けたら神って感じかな。で、一応持ってないのがブルジョワージー持ってないけど、でもその辺じゃない。今、イベントが重要だからね。で、覚醒土蜘蛛とか、なんだ、竜王とかも多分持ってないんだけど、ね。まあまあまあ。S は人通り持ってっから。はぁ、あ、切腹、漢北持ってないかも。で、ランク A が、ランク A、そうなんだ、持ってるよな。人通り持ってるかもしれないね。ランク B。ランク B も全部持ってそう。あ、日暮らし丸持ってくちょっと怪しいな。まあまあ、そんなところのフラグ立てなくていいからね。まあ私が、もうね、森上レックスとアンコールデッド。ここだけだね。ここを引くのが大事。というわけで行きましょう。本番。いざ尋常に。勝負。はい。いっけ。じゃあ、まず来た来た。1個だけ？いや、わからんぞ。わからん。わからん。わからん。ほい。
あー、裏キュンタ？まあまあいいよ。ほい、ここなんだっけ、バケルトン的なやつ、違う、名前違う、なんだっけまあ虫行事、はい、大ドラボチ的なやつ、ここなんかないの、バンクロスみたいな。結構赤からもさ、 S 以上出ることあるじゃん。あるよねちょっともう少しなんか楽しませてよねえ。おい、はい、うわー、終わった、終わった。要は乱数調整とか言ってた意味がわからないね。うん、マジか。なんかあっちも弱かったのにこっちも弱いとか最悪極まりないね。ねえ、 2.5% だよ。 0.75 とか引いてないで高いカンフーマッハだよ。なんだそりゃ。プン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 、はい、というわけで、いやー、ここでね、ここでさ、あれね、この森神レックス引いちゃってさ、でイベントこなして、で極土の子も取って、あと金食い姫も取ってっていうのが私の中のプランだったんだけどな。今回もダメかもしれない。うん、ダメかもしれないまだね、日にちはあるんだけどさ、ちょっと心折れましたね。はい、というわけで、いや、頑張っていきましょう。お疲れ様でした。バイバイです。